アラボン、東線は、大韓民国のソウル特別市向南区にある江南駅から京畿道水原市令中区にある光京駅までを結ぶ鉄道路線である。ラインカラーは赤。愛称はデラックスライン。本校では、建設と施設管理及び運営に関わる事業者4社についても記述する。ボン島線の混雑緩和などを目的に建設された路線である。 路線保有は韓国鉄道施設公団。施設管理は民間企業のアラボン、当選、株式会社、景気鉄道株式会社、施設運営は両社から委託を受けたネオトランス株式会社が担っている。第一期区間として2011年10月28日、港南停止が開業。第二期区間として2016年1月30日、停止から、 光橋まで延伸。今後、立山駅江南駅間や光橋中央駅から南西側の勾配負方面への延伸も計画されている。全線で無人運転を行っているが、非常時対応のため運転士資格を持つ乗務員が転乗している。基本運賃は T マネーカードを使用した場合、10km まで2250ウォン。 一回用交通カードを使う場合は100ウォン加算。10km 以上は 5km ごとに100ウォン加算。首都圏電鉄の各路線からの乗り換えは1000ウォン加算。また、1機区間と2機区間をまたいで乗車した場合、さらに200ウォンが加算される。他路線との乗り換え通路には自動改札機が設置されているが、他路線アラボン等線の乗り換え時には、 運賃が引き落とされず、加算運賃は、下車駅もしくは、アラボン当選た路線への乗り換え時に発生する。アラボン当選、株式会社は、アラボン当選のうち、第1期区間である、港南駅停止駅間の建設と施設管理を担う、大韓民国の鉄道事業者である。遠隔景気鉄道株式会社は、アラボン当選のうち、第2期区間である、 停止駅光橋駅間の建設と施設管理を担う大韓民国の鉄道事業者である。遠隔新ソウル鉄道株式会社は、アラボン・東線のうち、第3期区間である、達山駅江南駅間の建設と施設管理を担う大韓民国の鉄道事業者である。遠隔ネオトランス株式会社は、アラボン・東線と、竜飛都市系電鉄を運営する大韓民国の鉄道事業者である。 遠隔アラボン、当選に関するカテゴリ、景気鉄道に関するカテゴリ、ありがとうございます。